ベロニカ・レイクはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の女優である。本名はコンスタンス・フランシス・マリエ・オクルマン。1940年代フィルムノワールのファム・ファタールとして活躍した。アラン・ラッドとコンビを組んだ作品が有名。父親はオランダ・アイルランド系で石油会社で働いていたが、彼女が9歳の時に事故で死亡。母親はアイルランド系で夫の死後。 再婚した。フロリダの高校に通った後、ビバリーヒルズに引っ越し演劇を学ぶようになる。1939年に早くで映画デビュー。ある映画の撮影中に監督のジョン・ファローが彼女の右目がいつも髪の毛で隠れていることに気づき、それ以降その姿がトレードマークとなった。1973年7月。 アルコール中毒による肝臓と腎臓の合併症で亡くなった。小柄で顔半分を隠すように垂らしたプラチナブロンドの髪の毛がトレードマークで LA コンフィデンシャルではキムベイシンガーが彼女に扮した娼婦を演じた。アメリカ本国ではその髪、ファム・ファタールブリそしてミステリアスなムードに今でも根強い人気があり、近年の人気ドラマ、セックスザ・シティにも、 寝たい往年のスターを話し合うシーンで、名前は登場している。ペロニック・ S. パターナル・グランド・ファザー・ワズ・ボー・イン、デンマーク・アズ・ワー・ヒズ・ペアレンツ、アンド・ハー・パターナル・グランド・マザー・ワズ・ボー・ンイン、アイルランド・アズ・ワー・ハー・ペアレンツ、U.S. センサス、ヤン・1、1920、ステート・オブ・ペンシルベニア、カウンティ・オブ・デラウェア、エニュメレーション・ディストリクト188、PQ、 B. ファミリー186ベロニカ S. マターナルグランドマザー＆マターナルグランドファザーワーズアチルドレンオブアイリッシュ移民ランス US センサスヤン11920ステートオブニューヨークカウンティーオブキングス、エニュメレーションディストリクト i c t 2 9 0 p 8 a ファミリー 189US センサスエイプリル151910ステートオブニューヨーク カウンティー・オブ・キングスエニュメレーション・ディストリクト 655P5A ファミリー125ありがとうございます。